川崎のオートバイにまたがって、僕は握り飯を食べていた。サイドスタンドが雑草を巻き込み、土の中に少しめり込んでいた。傾いたオートバイのシートに腰を乗せ、重いブーツを履いた左足を地面につき、右足はステップに軽く置いていた。高原の涼しい風がいろんな方向から吹き抜けた。遠く浅間山の後ろに入道雲がそびえ始めていた。空は真っ青だ。浅間のずっと左手に菅平が一望できた。僕はその時、千曲川を挟んで反対側、別所温泉の高原にいた。